戦闘開始。本気出しちゃおっと。
バトルだったな。隙あり！ミラージュを連れし大人、あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、見とれて隠れ忘れたです。まあ俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか？この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。もしかして帰った方がいい？
てか、なんで彼女あんなに怒ってるの？ちょっとラン、彼女に何したのよ。俺なの？何したの？行くぜ。
これだ。バトルだったな。よかった。まさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？一体あなたたちは？え？ファーナルースってそれって母さん？そうだよ、お母さんの名前だよ。あの私たちのお母さんのこと知っているんですか？こちらに来てください。してたのと同じだ。え？じゃあこれって？そっか、だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え？母さんが？でも100年前。どういうことだよ、母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。あのファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知ってる伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモアルが大宮の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の御使いを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね、
しかし世界は大群の悪魔からは救われましたが、その後三人の見つかりはこの世界に残りました。その一人はバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい。ブレンディレスと他の見つかりは世界休戦後突然増えたミラージュを使い、ゆっくりと世界中の国を手中に収め、連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね。そりゃそうだろ。だって100年前の話なんだろ。エナクロが言ってたよ。私たちがいたナインウッズヒルは時すらない世界だってね。タマ、はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あの、そのファーナルース様は見つかりたちを呼び出した後どうなったのですか？はっきりとは伝わっていません。見つかりを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ？居城の場所は私も知りません。見つかりの、いえ、ブレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの？で、ランに言ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え？マジで？それって俺たちが行こうとしてるところじゃね？セイラさんたち知らなかったんだ。まあでもこのまま行くしかないか。そうね。このままツインエースのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんかいろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。サロニアに行くには途中で氷柱の崖を通ろ、火属性の魔法を使えるミラージュがいると。どっそれはもう一つのラグナロク、それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかしこれの方が性に合っている。待つのは疲れた。どうした姉ちゃん？ううん、なんでもない。ちょっと懐かしいような不安になるような、そんな気配を感じただけ。
第6幕表現の休息所。この寒さやばいって。本当、あの宿屋で寒さをしのごう。ワールドオブファイナルファンタジー。久しぶりの客じゃ。ようこそシェルロッタの宿へ。はあ、あったけー。あ、すみません、少し休ませてもらってもいいですか。ああ、もともとここは凍えるものの休息所として作った場所だ。助かった。おお、大人とはこれまた珍しい。ちょっとラン！いけね。あ、でもあんまり驚いてないみたい。ん？ああ、まあ人によっちゃ驚くだろうが、昔はもっと大人も多かったからね。今でこそほとんど見かけなくなっちまったが、ここまでもそれほどは驚かれなかったろ。そう言われればそうですね。まあ大人とはいえ気兼ねなく休んでくといいさ。何か買い物でもしていってもらえるとこっちも助かるけどね。そうよね。何か寒さをしのげそうなものあるかな。これってカイロかな。暖かそう。おお、これなんかあったけー。これおいくらですか。ん、まさか表現を超えようとしとるのか。ちょっとサロニアに用があってね。はあ、やめておけやめておけ。この時期に谷を越えるなんてただでさえ厳しいというのに、しばらく前から面倒なミラージュどもがその谷に住み着き人を襲っておる。大人とはいえすぐに殺されてしまうぞ。へへ、ミラージュ相手ならむしろ望むところだね。うん、私たちミラージュ使いなんです。で、今はミラージュを集めながら旅をしてる最中です。はい、なのです。ほう、ここにはいろんな客が来るが、ミラージュ使いなんぞ私も初めて会ったぞ。あの、ん、あ、急にすみません、私はレフィアと言います。この先の谷にいるミラージュのせいでここで足止めをされてしまっていて。レフィア、気は変わらないのか。はい、もう決めました。そんな目をされたら止められないだろう。まったく。なあミラージュ使い。あ、はい。お前たちはサロニアに向かうんだったな。そうだよ。もともとコーネリアから使いを頼まれているのもありますし、このまま向かおうと思っています。やれやれ、まったくどいつもこいつもだな。ああ、わかったわかった。ならそのマジック回路を持ってけ。ただ道中はこのレフィアも同行させてやってくれんか。白魔法もかじっとるし役に立つだろう。シェルロッタ、俺らは構わないよ。
そうだね。白魔法が使えるなんてむしろ心強いかも。じゃあよろしくお願いするね。まあ出発まではここでゆっくりするといいさ。火の魔法が使えるミラージュがいると少し楽。本来ならそのマジック回路。Thank you.
おお、少し寒さが減った。さっきもらったカイロすげお、さっき言ってた谷ってあれか。崖の間を氷の柱がつなげてるみたいね。ナイス萌え萌え。ありがとう。これで先に進めるね。よし、行くよ。かかってきな。隙あり！
ゃ。やっぴガツンと行っちゃうよ。先に仕掛けるわよ。これで開始。本気出しちゃおっと。いいバトルだったな。
ここに住み着いたミラージュ。ジェム化もできねえっぽいし、面倒な奴らだな。いきなり開始！チャンスかな？始めるぜ。開始！本気出しちゃおっと。
シッと決めるよ。